ちゃん、ひびちゃん、しょうちゃん、ひびちゃん、ひびちゃん、あなたに限ってはまだパジャマだ。パジャマだし、ミニちゃんまだパジャマです。はい、じゃあね、皆さんちょっとスマホ置いてください。バイユミちゃんにこれママのコーヒー。これしほちゃんがね、母の日にね、このコップをね、プラザで取ってくれた。これ毎日愛用してます。ダラダラさん、いいですか？はい、いいですか、はい、これから撮影します。早っ。今日はですね、はい、なんと大事なので3回言いました。4回じゃん。あ、4回言ってた。なんと5回。まあいいや。今日はですね、24時間企画をします。寝ちゃうよ。24時間企画、しほりみ家では初かな。初だね。はい、じゃあ何をするかというと、スマホ禁止です。しかもゲームも禁止です。スイッチもダメ。そう、スマホゲーム禁止です。え、やじゃない。隠しとこ。ダメダメです。はい、ください。今12時、さっき、まあ、今12時もあったので、はい、どうしよう。ママの携帯だからね。あ、じゃあしょうちゃんの携帯持ってきてください。それで上にある。上から持ってきて。リビの携帯、なんか変なことなってるよ。え、そうなんだ。そんなこと言っても手に入れようってことじゃないでしょうね。ちょっと、はい、返して。募集です。しほりみがわからないところに。ねえ、どこに隠すの？リミ見ちゃおう。ないしょ。リミ見ちゃおう。ダメだよ、勝手に携帯触ったら罰金だからね。罰金って？お金、お小遣い没収。いいよ。ダメ。何いいよとか言ってんの。だってスマホ好きなの。あ、じゃあもしスマホを見つけて勝手に見たら1週間禁止にします。やだー。でしょ、だからダメでしょ、見ない方がいいでしょ。だから途中で見なきゃいいんだよ。見たら1週間禁止になって。あ、しほちゃん持ってきてくれましたね。ねえ、しほちゃん嫌だよ。はい、じゃあしほちゃんの携帯も。え、だってさ、スマホさ、見つけてみたら1週間になるんだよ。じゃあズルしようとしてるからだよ。ねえ、見つけなきゃいいんだよ。24時間頑張れば別に。24時間なんてあっという間だよ。そうだよ、しかも寝てる時間もあるからね。実質は24時間も、もともと24時間もスマホ触らないでしょ、うちは。触るわけないじゃん、触ってたら怖いよ。スマホとゲームってか、スイッチも何気に最近やってないしね。やってない。だってリミのスイッチ充電切れ。充電切れだし、うん、ねえ、どっか行っちゃったわ。大げさでしょ。さすがにそれはないでしょ。どっか行った。私ちゃんと管理してるんで。やることやることの間の休憩にスマホっていうものが絶対にみんな出てくるよね。 YouTube 見たり、そうね、あといろいろ、あの TikTok 見たり、ね、インスタたまに白黒の写真見に行くし、リミちゃんはもう YouTube オンリーですよね。ちょっとゲームの時もあるけど、ほぼ YouTube オンリーだよね。うん、うん、TikTok とかも見ないでしょ最近。興味なくて、うん、どうしたの。そうだった。あれあれ、なんか今なかった、撮ってたの。ダメだよ、気づかなかったもん。ちょっと後でこれどうにかしなくちゃ。なになに、虫。え、めっちゃちっちゃい虫だ。米粒よりちっちゃかった。これじゃないよ。はい、じゃあね、これからちょっと24時間、うん、スマホなし、だいける、全然余裕だよ。余裕、1週間の余裕だよ。家で、じゃあ明日のお昼までね。うん、明日のお昼だって24時間だよ。今日の今12時からスタートしたから、明日の12時までだよ、24時間って。12時まで寝てればいいの。
そういうこと言う。ねえ、りみちゃん。大丈夫。ポンポン。言い方。え、じゃあ何する？何そうかね。計画したい。あ、本当に楽しんでる子がいる。大丈夫、すぐ終わるから。でもそんなにさ、スマホに依存してたらダメなんだもん、りみちゃん。小学2年生なんだから。りみちゃんが特にね、夏休みに、移動の時とか、もうね、ちょっとの時間が来てすぐスマホを持ってるからね。これはいい機会だなってママは思いました。もういいよ、りみちゃん。夏休みになってから、りみちゃんのスマホ見、しほちゃんもそうでもないかなと思うんだけど、りみちゃんのスマホ依存がね、最近激しいので。隠れて見てるんだよ。ん？そう。隠れて見てるの？上で見てるんだよ。あ、上ね。上で充電しながら見てる。うん、たまに。万有もね。あと、あいのりも見てて。そう、最近ね、アイノリをね、ハマってて。そう、ネットフリックスでね、アイノリ見てるんです。ね、でも今回はアイノリ、ネットも禁止なので。まず携帯自体が禁止だから。そうそう、携帯がないから、まあ、しほりにパソコンでネットっていうのもないと思うけど。パソコン打てないし、とりあえずネット禁止なので。スマホとゲームと。パソコンと。はい、ネットフリックスもね、ネットに繋がないと見れない。そう、見れないんで。ママたちは。ママたちは、ママも極力禁止ですが、ママたちはやっぱり大人なので、いろいろなね。ママ友とか言うじゃん。ママ友は別にいいけど、パパはなんかお仕事で LINE とか来るから、パパはダメだって。まあでもな、ネットとかは見ないようにするみたいなことを言ってました。ママ、ママ友とか言うから。ママ友って別にさ。あなたたちは別にね、スマホを持たなくても生活できる年なんで。あ、すごい分かってる。すごい分かってる。そんなにスマホ欲しいの？ゆみちゃんは本当依存してるからね、最近ね。いい機会かなと思います。はい、じゃあそれぞれ皆さん好きなことを始めてください。掃除してきます。掃除？部屋の？あのね、ソファをきれいにしてね。学校行かんじゃないの？今暑いか。暑い。もうちょっと涼しくなってくる。3時ぐらいに行こう。リミ行く？っていうか、リミちゃんまだパジャマなんですけど、もうリアルなね、夏休みのこのぐーたら生活が出てますね、リミちゃん。リミはぐーたら。だって、いつも9時か10時か11時に起きるもん。ずいぶん差があるね、9時か10時か11時。遅いよね。ということで、りみちゃんはまず着替えたら、それパジャマでしょ？ね。お着替えして。まだ大丈夫。まだ大丈夫ってどういうこと？お出かけとかそういう時にならないと着替えないってこと？どう思いますか？やる。りみは何するのこれから？しほちゃんのお部屋の片付けだそうです。りみ、宿題。あ、宿題やる。お、いいじゃん。頑張って、まだ終わってないもんね。まだいっぱい終わってない。ほら。シロンが猫乗ってたら遊んでる。シロン、びっくりしたね。はい、しほちゃんね、ちょっと夏休みで机がちょい汚になってるから片付けてます、はい、そういうことね、さっき片付けって言ったの。まあしょうがない、しょうがない、これはね。で、見てこれ、空のティッシュしてないとね。私タグ取れないタイプなんですよ、服以外。そうなの。だからちゃんとタグを都内で使って。いや、それゴミじゃん。見て、あ、それ洗濯したやつね。
私ね、うん、これ大好きで、チホって書いてあるの。そうそうそう、かわいいよね、これね。高かったんだよ、これ。高かったの。まだ30分しか経ってません。でさ、これ捨てるじゃん、うん。まあとりあえずじゃあゆっくりお片付けしてください。多分熱中すればすぐ時間は過ぎるかな。あのね、ここに紐垂らしたいの、うん、あー言ってたね。わかる、うん。はい、じゃあペラ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 、ママがいるとペラペラすごいのでお手手が進まないのですいません。じゃあもう去りますね、うん。じゃあお片付け頑張ってください、うん。見て、バイバイ。コード充電器、はい。スマホは預かりましたので、充電器もらあげる。充電器はいいです。いりません。いらないの、うん。バイバイ。あ、見て見て見て、何これ、この前の三日月王国で買ったやつ。どれ、あ、帽子ね。それお祭りの時とかもかぶったじゃん。そう、かぶってたでしょ、うん。でね、一番お気に入りなの最近。そうなんだ。だから大切にそこに置いてあるのね。でさ、今度さ、ワークインにさ、帽子を、帽子の中入れ歯を作りたい。ああ、あれ前作ってなかったっけ。でもってな、まだベルトだけ作ったの。ベルトだけ。じゃあ今度帽子かきみたいなの買おう、100均で。なんかね、うん、帽子ずっとね、うん、でここにね、かけた。ああ、そうかそうかそうか。ああ、倒れたじゃいいじゃん、それで別に。でもね、帽子の量が多くなってかけられなくなっちゃった。そうだね、前はこの白いのだけとかだったからさ、最近ほら、わかる、これあフレリーで撮ったやつとかさ、エブリデイのだ。そうそう、帽子がいっぱい出てきて。そっかそっか。じゃあウォークインに勝たせるようにね、なんかハンガー探そう。そうそうそう、それが欲しい。わ、うん、かりました。あ、で、あとほら、あ、それね、これがね、物置小屋から出てきた。物置小屋ってどこですか。あの和室。あー、和室ね、下のね。あそこから出てきたやつとかあって、はい、おい、じゃあ暑い、この部屋暑いでしょ。クーラー、エアコンかけてんのにね、まだ効いてきてないね。さっきかけたばっかり、さっきかけたばっかりだよね。暑い。友達からもらったやつ。あ、かわいい、手作りじゃない。そう、幼稚園の友達。かわいい、上手。幼稚園の友達。あ、この前映画行った時のね。そう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 、ね、背が高い子。なんで今お化け落ちてた。もう本当はね、ベッドの上にあったのよ。そっか。あ、まあいいや、じゃあとりあえずママ去りますね。で、これをが聞いて、まだ喋り足りない。待って待って、見てこれ、カービィ。カービィ知ってるよ、それ DS のやつでしょ。 3DS じゃなくて、なんでスイッチのやつでも今日触れないからね。そうだ、スイッチも触れない。スイッチ募集してないけど、まあいっか。どうせ充電ないでしょ。スイッチ募集してるよ、あるよ。嘘、どこにあるの。はい、リミのスイッチも。はい、じゃあ2台ね、預かります。しょうちゃんの中入ってるのちゃんと確認して。中からなんじゃないの。重いでしょ。あ、入ってますね、ちゃんと。カセットもちゃんと入ってますので。じゃあこれここじゃないの、ピッチ。そう、ここ。本当はカービィそこにつくんじゃないの。つけときなの。ほら、いいでしょ。じゃあゲームも持ってきます。一応募集しておきます。はい、こっそりやられたら大変なので。じゃあママもう去るからね、喋んないでね、うん、バイバイ。私喋りたいタイプ。めっちゃリミのスイッチあったの。リミ、宿題順調ですか、うん。今ね、しほちゃんに教えてもらってリミのスイッチも募集してきました。え、どこにあった。え、どこにあったかもわかんないの、うん。あのテレビ台のところにちゃんとしまってあったよ。じゃあお姉ちゃんがしまってくれたんじゃない。誰しまったんだ。しほちゃんでしょ、きっと。リミがしまってないならしほちゃんでしょ。お姉さまがしまってくれたの。リミのね、ケースどっか行ったの。知らないよ、ケースないの、うん。どっか、あの机の荷物の山のどっかにあるんじゃない。ここかな。だって前和室にあったもん。まあいいよ。はい、じゃあ宿題頑張ってください、ね。疲れ果てましたか、お勉強。どうした、お腹痛い。お腹痛いのか。大丈夫ですか。
こっちの片付けに映ってますか？うん、どうしよう。お、時計つけたんだね。ちょ、前からつけてたんだけどね。あ、そっか、落ちちゃってたっつうのね、重みでね。そう、だからね、フックを変えて。うんうん、イエイ、できました。できたね。お、いいじゃん、いいじゃん。めっちゃいいでしょ。うん、めっちゃ考えた。うん、じゃここで撮影もね、うん、たまにだけど。調理未研究室です。あまり撮影できてないけどね、頑張りましょう。はい、いただきます。休憩です。うーん、食べたい。いつもこれで食べながらスマホ持ってない。確かに実感だね。こういう時に実感だね、スマホないのにね。こういう時に相乗り見てたとかさ、うん、やってる。バイユンチャンネル見てね。確かにみんなそうだよね。寂しそう。おいしい。あ、でもこうアイスの味を噛みしめられていいんじゃない。うん、たまには。なんか私食べるの早いからさ、ゆっくり食べるの。すぐなくなっちゃうの、いつも。リミにいつも早って言われ。そうなの？意外。アイスはワクワク食べちゃう。今2時半です。え、1時半じゃない？間違えました。1時半だよ、まだ1時間半しか経ってませんけど。まだ1時間半ですね。もう2時間半経ってるよ。1時間半だよ、まだ。まだ？うん、まだ1時35分。もう2時間半にしてください。なんでよ。ダメです。リミもアイス食べんの？うん、黄色アイフォンない。こうアイフォンないんです。なんで？なんでって。グミ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 ペア。 3時だ、おやつ。